俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。 巨人を排除しろ！ 班長！ 別の機甲士が接近してきます！ くそ！ また住民に向かっていくぞ！ 後ろが詰まってんだよ！
しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。ごめんなさい。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。死んでたまるか。俺たちも続こう。待って、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。救援要請。なるべく
多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。もう終わりだ。邪魔しないで。狙う。俺たちはみんな食われちまうんだ。感謝する。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった、みんなやるぞ。感謝する。あ！
持たないぞ。周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。
この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわあ！巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。